ムアシリーズもいよいよクライマックス、ラストはこちら、グレンフィディック12年をご紹介。モッサンハイボールクラブへようこそ。いよいよ今回はですね、グレンなんちゃらシリーズ最終戦ということでですね、こちらのグレンフィディック12年をご紹介したいと思います。こちらのですね、グレンフィディック12年はですね、皆さんおなじみグレンシリーズで一番売れてるんじゃないかなっていうぐらい存在感のあるボトルですね。まあこの緑色のボディが特徴的で、よく酒屋さんなんかでも見かけるんですけれども、今回はフルボトルではなくですね、ちょっとハーフボトルでのご紹介になります。こちらのシングルモルトグレンフィディックを作っているグレンフィディック蒸留所、このグレンフィディックとはスコットランド固有のゲール語で鹿の谷という意味があるそうです。だからこちらですね、ラベルの方にもしっかりと鹿をイメージしたロゴが、まあ、刻印されています。こちらのですね、グレンフィディックについて少し概要を説明させていただきたいと思います。今回用意したこちらのグレンフィディック12年はハーフボトルなんですけれども、だいたいフルボトルはですね、日本国内で4000円台で取引されていることが多いようです。アルコール度数は40度で、ノンチルフィルタード、ノンカラードでボトリングされています。日本では酒屋以外でもよく見かけるオジカマークの緑瓶が印象的なグレンフィディックブランドは、世界中で売られているシングルモルトの総売上量における約3割のシェアを占めているとも言われるほどの超有名銘柄です。当然設備も段違いで、発酵においては10トンのマッシュタン2基を24時間フル稼働させ、糖化させた大麦麦芽を深さ5メートルもある木製の発酵槽24基に入れて約80時間ほど寝かせて発酵させます。そしてスコットランド最多を誇る蒸留機、その保有数はなんと初流再流合わせて28基もの膨大な数を誇ります。蒸留機の釜は創業当時と同じ形サイズの銅製のものを使用して、加熱方式では蒸気と直火蒸留で作り分けを行い、伝統的な品質を守っています。熟成には徹底管理されたアメリカンホワイトオークのバーボンダル、そしてヨーロピアンオークのオロロソシェリーダルをメインに使用しているそうです。ではその伝統的な製法で作られるグレンフィディックブランドの中から、緑色の瓶が特徴的なこちらのグレンフィディック12年をストレート、トワイスアップ、ロック、ハイボールと順を追ってテイスティングしていきたいと思います。ではグレンフィディック12年をストレートでテイスティング。うっすらなんかアルコールの膜みたいなのあるんやけど、全体的に洋梨とかリンゴとかそういうニュアンスが割と強く出てる。で、香りはすごくいい香り、甘い香りが全体的にあるんで、すごくいい感じやね。あ、うまい。アルコール辛さっていうのが飲んでみると全然なくて、むしろ蜂蜜的な甘さが割と前に出てくる。香りはね、ちょっとアルコールがないのかなって一瞬思うような、そういうニュアンスはあったんやけど、飲んでみるとそんなことなくて、割と甘みが前面にドンって出てくる感じやね。飲みやすい。やっぱりあれかな、アルコール度数が40っていうこともあって、割と飲みやすいブレンドに仕上がってんのかなっていう印象。多分これ加水したらすごく伸びるんちゃうかなって思うね。やっぱ売れてるグレンって感じします。やっぱり売れてるグレンには理由があるよねっていう感じ。飲みやすいもんだって。で、癖がない。やっぱり明らかに飲みやすさに振ってるなっていうのがもう飲み口から分かるので、割と万人受けする味やなって感じます。もうストレートの時点でこんだけ飲みやすかったら、もうあとは割ともう約束されたようなもんですね。ではこれをですね、続いて加水して追加検証していこうと思います。では続いてトワイスアップで追加検証していきたいと思います。あー、やっぱりより華やかになったね。やっぱりそのリンゴっぽいニュアンスがすごくよく出てて、でそれにちょっと蜂蜜っぽいニュアンス、香り立ちはだから、そのストレートの時にやったそのアルコールの膜みたいなものがなくなって、より華やかに香るようになった。しっかりとその甘みが感じられるのと、
あの加水するとちょっと樽感みたいなのも感じられるようになったし、うっすらそのピートが下支えをしてますよっていうのもちゃんと感じられる。だからウイスキーらしい味がする、しっかりと。なので加水することでさらに良くなるっていうか、もうアルコール辛さがなくてそのウイスキーらしさもあるっていう、その割と絶妙なバランスでブレンドされてるなっていうのがトワイスアップで確認することができます。ではこれをですね、今度冷やしてどう変わるのか、ロックで追加検証していこうと思います。レッツロック。ではグレンフィディック12年をロックでテイスティング。やっぱちょっと香り立ちはその弱くなってしまうね。あの40度っていうところもあるんやろうけど、むちゃくちゃ濃い味ってわけではないので、香りに関してやっぱ冷やすとちょっと落ち着いてくるかなっていう印象。うっすら香らんこともないけどっていう程度よね。あ、冷やすとねちょっとビター感も出てくるね。その常温やと甘みが中心やったんやけど、周りにあるビター感っていうのも割と主張してくるようになって、バランスがいいね。どっちかというとそのあまり甘みに寄りすぎず、かといってビターさにも寄りすぎずって、ちょうどうまいバランスで美味しく飲めるロック、非常にいけるね。やっぱりトワイスアップの時でも思ったけど、ウイスキーらしさっていうのをしっかり主張したロックが飲めるかなっていう。でアルコール度数も40で抑えめなので、非常に飲みやすいロックに仕上がってます。ではラスト、これをハイボールスタイルで検証して締めようと思います。ではラスト、ハイボールで検証して締めたいと思います。グレンフィディック12年をハイボールでテイスティング。やっぱりちょっと香り立ちは落ち着いてしまうね。あのソーダがビター感とちょうどいい感じになって、ちょっとそのロックの時に感じた苦味みたいなニュアンスをしっかりと消してくれてるので、割とその甘みもちょっと抑えめではあるんやけども、飲みやすい、ほんと癖のないごくごくいけるハイボール、ハイボールにするとかなりいけるね。で、あのトワイスアップの時にも感じたそのちょっとウイスキー感とかはここに来るとやっぱちょっと鳴りを潜めるので、非常に飲みやすく仕上がってる。だからストレートトワイスアップロックあたりはそのウイスキーらしさっていうのもしっかり主張すんねんけど、逆にハイボールにするとその飲みやすさにすごく特化したようなブレンドになってるね。飲みやすい、まあ、アルコール度数40っていうこともあって、非常にその飲みやすいハイボールに仕上がってる。すごくハイボールにして飲みやすいそのアルコール度数とやっぱりブレンドになってるかなって感じます。というわけでですね、 G1 シリーズ第10弾グレンフィディック12年をお送りしたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。いや実にですね、やはり飲みやすい、そして売れてるグレンには理由があるっていうのがやはりこの第10弾でも再確認できました。今回が一応ひとまずの一区切りということなんですけれども、今後はですね、グレンなんちゃらちょっと外伝的にやっていこうかなという話がまあ出ているので、以前出したグレンキンチ21年、福袋で出てきたやつとかですね、まだちょっと飲めてないので、その辺はおいおいちょっと福袋救済企画とグレンシリーズの外伝という形でやっていこうかなと思います。とにかくこのグレンフィディックですね、あの非常に飲みやすいボトルになってますので、皆さん、まあ、これに関しては割とどこでも見かけるし、そのバーに行けば割と本当ね、お安い値段で飲めたりするので、こちらもですねハーフボトルでの展開もしておりますので、これを手に入れたの実はあのドン・キホーテなんですけども、そういうねディスカウントストアみたいなところにも普通にね棚に置いてあったりするので、ぜひぜひ一度手に取っていただければなと思います。モッサハイボールクラブでは引き続きいろいろなことにチャレンジしていきたいなと思っております。まだまだ舌足らずな点、勉強不足な点数多くございますが、温かく見守っていただければなと思います。いいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしておりますので、どしどしお寄せいただければなと思います。長い時間ご視聴ありがとうございました。モッサハイボールクラブでした。